なんだか静かだぞ。いつもとまるで違う。まさかまたこの掛け合いか。トーマートーマー、おーい出てこいよ。もう分かってたぞ。おい、何も返事がない。トーマのやつどこ行ったんだ。あれ、いつもはおとなしいはずの太郎丸が今日はやけに騒がしいな。お二方、トーマは見かけなかったでしょうか。え、トーマはお前と一緒にいるのかと思ってたぞ。何かあったのか。まずいですね。ここに来る途中、トーマが天領奉行の者に捕まったと聞きました。その情報が正しいものか確認できず、急いでここへ来たのですが、トーマが約束の時間に現れていないことを考えると、噂は本当だったのかもしれません。将軍様は千住百目神像の前で百個目の神の目の目狩り儀式を行うつもりです。そしてその百個目の神の目の持ち主、つまり公の前で目を狩られる対象となるのは、おそらくトーマです。もしかしてトーマが言ってた天領奉行が準備してる儀式って、あいつのために準備された目狩り儀式だったのか。おそらくそうでしょう。将軍様と天領奉行の者は百個目の神の目の目狩り儀式を行い、目狩り令の段階的成果を証明したいのでしょう。いけません、早く助けに向かわなければ。そうだぞ、お前が直接行ったらシャブ行が雷電将軍の敵になっちまうだろう。公の前で雷電将軍に抗えばシャブ行にいる普通の人も巻き添えになる。それも仕方のないことです。儀式がもう始まります。時間はありません。トーマをこのまま見捨てるわけには。彼は私の友人なのです。少し前までは皆さん一緒にいたのに。しかしはい、あなた方のご無事を祈っています。安心しろ、彩香。友達の命に関わることだ。オイラたちは絶対に失敗しない。元素力を扱える、あなたは例外。例外、それは永遠の敵。
あなたを心臓へとはめ込みましょう。あなたは永遠から最もかけ離れたもの。とても興味深い。動くべきだ。踊りなさい。遅い。万雷を持って葬り去ります。雷光に永遠の土を照らす。一族の名に泥を塗ってしまいました。わかるかい？歌よ錦となる。あなたは永遠の礎にしてあげましょう。ミュージック。痛い。遅い。みんなは俺が守る。万雷を持って葬り去ります。獲物。まさか。不安定な要素は取り除く必要がある。遅い。万雷を持って葬り去りましょう。まさか。プレモの死体です。ライデンの意向に立ち向かえるとは賞賛に値します。彼女をメガリレーの対象へ。次は必ずや人たちよ。忘れたのか？俺にとって木漏れ茶屋は
この辺りで最も安全な場所なんだ。だけどもう当分ここを出られそうにない。後のことは君たちに任せるよ。タタラスナに行って抵抗軍を探すんだ。俺の考えが正しければ幕府軍はすぐにお尋ね者のお触れを出すだろう。そうなれば俺たちをかくまってくれる勢力はそういない。しかし抵抗軍は例外だ。そういえば綾香が言ってたな。確か三五宮によって設立された反メガリレーの組織だろ。そうだ、渡墨島の荒人神の巫女三五宮ここみによって組織された。今はその部下の五郎によって率いられ幕府軍と交戦を繰り広げている。だが我々シャブ行は抵抗軍と密な関係を持っているわけじゃない。互いに信用していないからな。しかし君たちは違う。俺から見れば抵抗軍が君たちを断る理由なんてない。唯一不安なのはここしばらく抵抗軍の具体的な位置が分かってないってことだ。行く途中でそれを探る必要がある。その間幕府軍の領地も超えることになるだろうから気をつけてほしい。安心してくれ、隠れるのは得意なんだ。そうやすやすと見つからないさ。これ以上グズグズしてると天領奉行の人が追いついてくる。オイラたちも早く出発しよう。聞いたか、お尋ね者の一覧に新しく二人追加されたらしい。しかも上からは積極的に探せとのご命令だ。うちの主力が全員前線で戦ってる今、どうやって積極的に探すってんだ。次見回りに行くとき少し気にかけておくことしかできないだろう。前線の状況はどうなったんだろうか。前に聞いた話では俺たちの軍によって抵抗軍が無双人狭間の北西側まで追いやられたと聞いた。本当かどうかは分からないがな。偽の情報だろう。無双人狭間は抵抗軍の後方にある。俺たちが優勢を保ってるとはいえ、あいつらはそれほどやわじゃないだろう。まあ俺たち見回りには関係ないさ。自分たちの仕事を全うするだけでいい。そうだな。さあ仕事の続きだ。無双人狭間の北西側、抵抗軍の後方にあるのか。でも念のためもう少し情報を仕入れよう。奇遇だな、お前も逃げてきたのか。ああ、あんたはどこに行くんだ。まずはヒゲ村に行ってみる。よくない噂があるみたいだが、戦場で過ごすよりはマシだ。お前は。もともと名槌の浜でしばらく休憩していたんだが、あそこはもうめちゃくちゃだ。近頃抵抗軍の旗色が悪いらしい。前線の戦力が低いせいで幕府軍との間で苦戦を強いられているそうだ。最初戦線はもっと前方にあったみたいだが、抵抗軍の二度にわたる交代で名槌の浜まで来てしまった。
さっきそこから逃げてきたばかりなんだ。あそこは危険すぎる。敵軍は誰かで構わず人を見つければ武器を構える。怖くなって荷物すら捨ててここに逃げてきたんだ。もう少し逃げないといけないかもな。形勢は今も変わりつつある。できるだけ遠くに行った方がいい。俺もそう思う。よかったら一緒に行かないか。助け合えるかもしれない。ナズチの浜、あいつらが言うには抵抗軍と幕府軍は今もそこで交戦してるみたいだな。行ってみようぜ。死ぬかと思ったよ。助けてくれてありがとう。僕は抵抗軍車庫小隊隊員鉄平だ。最近前線に配置されたばかりでやっと手柄を立てられると思ってたのに、まさかこんなところでつまずくなんて。情けないところを見せてしまった。それよりも君たちの格好抵抗軍には見えないな。新しく抵抗軍に加入しに来たのか。よかった。ちょうど何日か前に五郎様が人手不足について話してたんだ。助かったよ。僕が抵抗軍の軍営に連れて行ってあげるよ。でもその前にまずは抵抗軍の現状を話しておこう。君たちも見ての通り、僕たち抵抗軍は戦場で劣勢を強いられている。幕府軍は永遠という目標を掲げ、天領奉行の大将九条沙羅が率いている。実力は計り知れない。それに引き換えこちらはメガリレーのせいでただでさえ神の目を持つ者が少ないんだ。今こうしてなんとか保っているのは三五宮様が立てた数々の妙計奇策、それと五郎様と抵抗軍兵士たちによる奮闘のおかげさ。はあ、僕にも神の目があればどんなに良かったことか。神の目さえあれば三五宮様と五郎様の力になれる。それに戦場でも手柄を立てられただろう。そうだ、さっき君が元素力を使うのを見たけど、神の目を持ってるのか。こいつは特別なんだ。神の目を使わなくても元素力が使える。本当か。すごいじゃないか。それってメガリレーは君にとって全く影響がないってことだろ。頼む、一緒に五郎様のところに来てくれ。きっと歓迎してくれる。これで僕も少しは役に立てたかな。本当は君みたいに軽々と幕府武士を倒し己の剣で手柄を立てたかったけど。早速出発しよう。